皆さんどうも、マキユです。今回は金の選べるコインで解放するべきキャラを紹介していきたいと思います。なんで今回この動画をね撮っているかというと、よくねコメント欄でこのキャラは解放する価値ありますかとかっていうコメントがね本当に多かったので、最近これねまとめてね解放する価値があるキャラね、これ言って課金アイテムなんで、課金してまで解放する価値があるキャラをね紹介していきたいと思います。じゃあね、ちょっとまとめてきたんで、本当に解放するべきキャラのみ紹介していきます。まず一人目がこのレンですね。このスキル2を解放することによってサイズアップが、なるようになって、これね、このキャラ大量消しなんで、大量消しをね、連発できるようになって、本当ね、サイズアップってスキルマックスだと毎回サイズ確定でね、アップするんで、めちゃくちゃ強いんで、まあこれはね、もう解放するキャラがこいつしかいないってなったら解放する価値は普通にあるかなと思います。で、次ですね、ケガレ。この二つ目のケガレが、これは即打ちスキルをもともと持っていて、解放することによってデカプニが振るようになるんで、デカプニ振ってさらに即打ちっていう、まあ、周回スピードが簡単に言ったらスキルには解放することによって上がるんですよね。だから、ケガレも解放、ね、周回がちる方はね、ありかと。で、次。が、このね、今回復刻もあった闇剣をですね、もうこれはめっちゃ大事で、スキル2が種族効果なんで、もうこれ闇剣を取って、ね、スキル2がないっていう人はもう絶対ね、買っていいかと思います。で続いてが、結構下行って、軍神ですね。もうこれはもうみんな知ってると思うんですけど、めっちゃフィーバー早く入れるキャラで、スキル2を解放することによって、自分を繋いだ時にフィーバーがね、溜まりやすくなるんで、13分とかかな、で入れるようになるんで、本当にこれは解放ねする価値あります。で次がね、今回ね、紹介する中で一番大事と思われる不動魔ですね。これがねもうねみんな知ってる演出が一番早いキャラで、このスキル2が即打ちなんでね、スキル2を解放することによってね最強の周回キャラになるので、解放ねできてない人はしましょう。で次がまた周回キャラ、後天寺閻魔ですね。これもさっきの汚れと同じでデカプニが振って即打ちですね。でも、この、汚れと後天寺氏は、その、不動魔がね、スキルにも解放できてるとか、もう、持ってるっていう人は、解放そんなに優先しないでもいいかな。うん。で、次が、妖仙。これも、最初に紹介したキャラと同じで、サイズアップですね。で、体力値と違って、次、スーパーフィーバーで、めっちゃこれも強くて、スーパーフィーバー連発できるんで、火力がえぐいんですよね。なので、妖仙もね、解放する価値あるかと。で、次が、冬ドレですね。これもめっちゃ強いキャラで、スーパーフィーバーで、このね、スキルには正直絶対解放しろってわけじゃないんですけど、解放することによって技ゲージが残る、スキルマックスで 42% とかだったかな。なんで、連発性が上がるんですよね、スーパーフィーバーで。なんで、これも結構解放する価値あるかなと。で、次が、この不分のダルクですね。これはまあ、本当に解放、これも同じで技残りで、サイズ3以上のデカプニが振るか。だったかな。これは本当にね、不分のループとかね、ガチ入りたいって人は解放する価値あるかなと。うん。それ以外の人は解放しないでいいかなと思います。で、次が、レイですね。レイ。種族効果ですね。闇剣王と同じで。これもね、不気味の種族効果めっちゃ強いんで、解放する価値めっちゃあります。で、次が、最後かな。リュータ。覚醒リュータの方ですね。これが、サイズアップがもともと持って、さらに即打ちスキルがね、スキル2によって手に入るんで、これはね、その、最初に紹介したキャラの即打ちたちと例外で、サイズアップの即打ちなんで、G 技をすぐ打てる即打ちってことで、めちゃくちゃ強いんですよね、他のキャラと違うところもあって。なんで、これも相当解放する価値あるかなと思います。まあ、今回ね、ちょっと早口にはなってしまったんですけど、こんな感じですかね、その解放するべきキャラ、大体紹介するとね。うん。解放するキャラで特別になんか3体おすすめのやつあげろとか言われたら、不動魔、軍神、闇剣王とかかな。うん、まあ、そんな感じですかね。はい。ってことで、皆さんね、今回、というかこの金のエラベルコイン、たまに販売来てるんですけど、いやね、1900円とかだったかな、ちょっと見てみるけど、1回で2回までかな。これ結構ね、買う価値あると自分は思ってて、自分はまあ、いつもスキル2は取ってるんで買ったことないんですけど、まあ、スキル2がなくて、スキル2がないと最近って強くないっていうキャラ結構多いじゃないですか。その1900円払うことによってめっちゃ強いキャラが誕生するんで、うん、解放というかね、購入する価値あるかなと自分はね、思ってます。はい、ということでね、まあこれ以外もね、その他のキャラとか、まあ銀のレベルでも何でもいいですけど、これ解放した方がいいのとか、
ね、質問があったらコメント欄に書いてくれれば、できる限りはね、全部答えていきたいと思ってるので。はい、まあそんな感じですかね。ってことでね、参考になったっていう人は、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。